はい、プレイしていきたいと思います。 7 days to die。 今回はなんだ、ジャベル作ってるね。そうだ、鉄取りに行きましょうって話だったんだね。じゃあ鉄取りに行きましょうか。準備しよう。まずは準備しよう。まあこれは持っとくか。燃料は必須だもんね。燃料としまって、まあウッドフレーム250でしょ。ネイルガンしまって、フォージドスチール、どうしよう。フォージドスチールはしまっとくか一旦。ちょっと地下行ってコンクリートの材料を集めてこようかな。怖いねやっぱり。あ、今ので十分。おお、だいぶ取れたね。鉄だな、あと。そしたらやっぱり。どうしよう。10分ぐらい回すとくか、全部。10分じゃ足りないか。そうだね、10分じゃ足りないね。適当でいいな。よし。15分ぐらいあるね。で、1台だけちょっとバカみたいに回してみよう。マイナスになったらそれはおかしいだろうってやつ1台作ろう。どうしよっかな。分かった、信じて。どうしよっかな。まあ、いっかこれで。今日は全部作って、4000のやつができましたんで入れる。で、あと1000、2000ぐらい。あれ入らなかったね。 OK。もう一回。お、今度こそできたかな。お、できたね。よし、これをこっちに入れて、あ、入れて、うわぁ、せいな、ちょっと、まあいいや、入れて、何分ぐらいにしよっか。いやー、40、そんなんじゃ甘い。これぐらい、これぐらい頑張ってもらう。150分。よし。で、この上上げとくか。こんだけは。犬？中？
上かな。これ外かな。窓あるっていいね。え、どこ？いなくね？いなくないっすか？この上だ。あれ？あれ？いた。うわ、びっくり。ナイフ。え、一匹だけ？そんなわけない。おお、また来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 た。よーし。お、もう一匹来た。おいで。うわ、噛まれた。もう一匹来るね。うわ、下手だな。やっぱコンボの方がいいね。肉すごっ。あれ、次が来ないね。なるほど。あれ？一緒かな、距離。一緒な気がしてきた。気持ちだな、きっと。気持ちの問題だ。あ、もう来ないね。来ないはいいわ。そしたら、なんだっけ、コンクリートと石をしまって、うん、こっちでいいかな。あ、これはレシピのコンクリートミックスして回しまって、ちょっと違うかな。まあいいか。あれ、オーガーが2本ある。やっべ、これ違うな。ここじゃないな。家の中に持ってこう。それか、こっちだわ。犬さん来ないよね。こっちに入れとこ。松明は絶対持っていった方がいい。で、なんで？ああ、線になった。オッケー。違うな。こっちだな。で、気持ち1000個ぐらいでいいでしょう。で、羽はいらない。包帯
水はちょっと多めに持って行った方がいいかもね。ナイフはいらないよね。で、これ必須。OK かな？チェーンソーも一応金ブッチのために持ってって。あと燃料だね。まあ、2000ぐらい持っとけば。バラして使う感じで。ファイアックスいらないよね。ああ、そういうことね。よし、じゃあ行きましょう。いざ。ご飯食べていくか、せめて。水をちょっと持って。お、もう100%だ。100%だね。2個ぐらい持ってくか。ケー、レッツゴー。場所は、お、チェックついてる、いいね。違う、ここじゃない。どこだっけ？ここら辺だよね。これでいいんだっけ？覚えてないな。こいつも怪しいよな。こいつらでもいい気がするんだよね。こっち行くか。行ったら思い出すかも。よし。おお、赤いね。赤い。確かいい感じの採掘場があったはずなんだよね。全然掘り終わらずに帰ってきたはず。今回はそこに行きたいよね。ここら辺か。あ、しまった。ライト持ってくんの忘れだ。結構致命的だな。ライトあった方がいいもんね。ライト持ってこよう。この距離だったらすぐそばだ。ライトあるのとないのとでは作業が全然違う。どこにしまってたっけ、ライト。覚えてないな。多分あの奥の箱に入ってたと思うんだけどね。別に家の前に置いてあるやつでもいいかもね。1個あればいいかな。いいじゃない、あれだ。で、どっちだったかな。なんか棒立ててあったような気が、棒というか、フレーム、ウッドフレーム立ててあった気がするんだけど、見つけられるかな。
近い方だった気がするんだよな。うさぎさんやっちゃったっぽい。ある？ないよな。ちょっと燃料入れとくか、一回ぐらい。じゃない気がするんだよね。あ、ここっぽい。ここら辺の音か。お、あの塔、それじゃない？ここに止めて、ちょっと歩いてみようか。うわ、死ぬ。危ねえ。怖え。こんなとこ違うわな。あー、これこれ。これだ。これのどこ降りればいいんだろう。あ、ヘルメットってどうなってる。よかった。リペアしとくか。リペアしようよ。リペアできねえ。こういう感じの場所で下に降りれるのがあるはず。うわ、ここ違うわ。あ、ここかな。本当にここかな。うわ、なんかいろいろと違う気がする。違う気がするけど、なんかもうここは降りるしかないわなっていう。上がってこれるのか俺は。あるか鉄。いやー、こんな変な降り方したら俺帰ってこれねえ可能性大だな。しかも上ゾンビが歩きまくってるし。とりあえず下に下に行ってみるか。あー、ここいいね。これ鉄石？何？わからん。ちょっと持ってきてもよかったな。あ、俺あれだ。あ、これシェールだ。ホイールシェールが目的じゃないんだよね今回。あ、そっか、前回ここで見つけたのホイールシェールか。しまった。ホイールシェールの場所だったっけここ。そうかそうか、鉄はおまけ程度でちょっとしかなかったんだっけ。じゃあ鉄ってどこで見つけたん俺。これ絶対オイルシェルでしょ。あ、違ってた。叩いたらグワーンってなるもんね。違うな。いやー、ないね鉄が。おお、鉄がないな。どうしようかな。どちらかというと砂漠のやつを掘った方が良かったのかな意外と。うわい、こんなとこで弾拾っちゃったよ、めんどくせえ。スタック、何ここ。いやー、これ帰れなくなるわ。この穴に入ったのは失敗かもね。あれ出口？あれ出口だったもん。出よう一旦。鉄がなければ出よう一旦。わお、これまずいよね。一旦降りるか。
あーやばい。おー、セーフ。マグナムの弾が増えていく。洞窟探検だな、今回。あー、あれ出口じゃなかった、もしかして。出口じゃなかったっぽいね。こいつはめんどくさいな。ここで木枠だ。すごいな、しかし鍾乳洞っぽいよね。これはあれだね。これも違うよな、多分。だよね。火薬はいくらでも手に入りそうだね、火薬とシェルオイルは。しかし今回の目的そこじゃねえんだっていう。すごく残念な。そこじゃないな。火薬は作れそうなんだよね、ここじゃいっぱい。コールもあるし。ポタジウムナイトレートだっけ？ナイトレートポタジウムだっけ？あれもあるしね。あれも違う。うわ、ゾンビ走り出す時間になったし。いやー、こんなとこで迷子かよ。しかも欲しい鉱石がないと来た。それは困るわ。近い、来てるかな。うわ。無理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 。危ねえ。違うな。ここだな。やばいわ、ほんと。大変なとこに入ってしまったかも。帰れるか、ほんと。わお。わ、空が見える。これはいろんな意味でやばい。地下直で出ようか、後で。というわけで、じゃあ今回ここで終わりたいと思います。で、次回はここから出て、どこ行こうかな。ここか、ここ。ここ行こうか。行ってみたいと思います。多分砂漠よりもこっちの方が鉄見つかる可能性高いと思うので、こっちかこっち行って探索。これってどうだっけ？え、これじゃなかったっけ、もしかして鉄見つけたの。覚えてないな。こっち怪しい。こっち行きたい。こっち行きたいと思います。よろしかったら次の動画を見てください。セシカでした。